スノーボードハーフパイプの平野歩夢です。スノーボードハーフパイプの平岡拓です。まあ、自分が想像してたより緊張せず楽しく滑れたんで、楽しかったし結果も良かったんで良かったですね。そうですね、まあ目標にしてたオリンピックでメダル取ることできて良かったです。そうですね、やっぱ家族ですかね。そう、まあ自分も家族ですね。まあそうですね、やっぱ学校でいつも見ている友達とか先生の、まあ、オリンピック行く前と行った後の差が何だろう、違いすぎてやっぱちょっとびっくりしました。まあそうですね、俺ももう卒業式あって、でまあなんか結構みんな騒いでくれててすごかったですね。普通におめでとうと、あとまあサインしてとか写真撮ってとかが多かったですね。自分もそんな感じです。自分はやっぱだろう、高さだったりとか着地だったり意識してるんで、そういうとこ見てもらいたいですね。スノーボードってまあ自由で楽しんでやる感じのスポーツなんで、まあそういうとこ、そういうとこまあ見てもらえたらいいかなって感じです。あんまり大会の時は周りとか気にしないで、オリンピックっていう雰囲気もあんま感じないように音楽とかで気持ちとかテンション上げてたんで、そうですね、なんかいつも通りの練習みたいに、なんか全然緊張しないで滑りましたね。そうですね、自分もまあ楽しんで緊張せずに、まあいつもよりいい感じの雰囲気で、まあいい滑りできたんで良かったですね。やっぱり大会の雰囲気だったりとか、あと観客だがみんなして国旗持って下で見てるっていうオリンピックらしい雰囲気はやっぱ他の大会とは違くて、また違う空気でしたね。そう、まあ4年に1回っていうのもあるし、まあそれにみんなその欠けてる感じも全然違うから、まあなんか独特の緊張感っていうか、そういうのありました。そうですね、やっぱり海外、まあ、日本より海外の方、まあ、サイズも練習してるハーフパイプのサイズも大きいし、その分技にも余裕あって、そういうところがやっぱ海外では一番練習になるっていうか、海外でそうやってやってきたのがやっぱオリンピックになって意味あったり、意味あったんだなっていうのが感じましたね。まあでも特にないですね、まあいつも通りの感じの大会通りの感じですね。今回のオリンピックで結構いろんな人が注目してくれたスノーボードを多分やりたいなとかやってみたいって人も多くなってきたと思うので、この先もまあ結果出していいウォークできるように、そうですね、いい報告したいんで、まあ頑張ってもらいたいですね。まあそうですね、まあこれからもまあ世界の最前線っていうか、まあそこでやってて、でまあこれから始める人たちのなんか憧れの存在っていうか、
まあ、そういうのに、まあ、なっていきたいですね。ハーフパイプの何だろう、ちょっとした時間の中で何発も6メートルくらい飛んで3回転だったりっていう、こういうつなぎがやっぱり初めて見たりする人には何だろう、魅力だと思いますね。まあ初めて見る人とかにはまあ結構迫力とか、まあ、回転とかしたりするからあると思うんですね。そういうところです。今回は本当にありがとうございます。皆さんもスノーボード楽しんで、なんか夢持って夢に向かって頑張っていってください。今回応援ありがとうございます。で、まあ、なんかスポーツとかやっていく上で、まあ、感謝の気持ちを忘れないようにしてください。ありがとうございました。